2011年3月、東北地方に大きな被害をもたらした東日本大震災。強い地震と津波によって多くの命が失われた大災害でした。これまで日本では過去20年間の間にも阪神・淡路大震災や中越地震など大きな地震が何度も起きています。そして私たちの住む今治市でも近い将来、太平洋側の南海トラフという場所で発生する地震によって震度6強という強い揺れに襲われると言われています。そんな大きな地震が起きると家が倒れるなど大きな被害が出ることが予想されているのです。いつ起きるかわからない地震、どうすれば地震の時に自分の命を守れるのか、家族は無事でいられるのか、そのために何をしておけばいいのか、一緒に勉強していきましょう。皆さんこんにちは。今日は地震に備えて私たちがしておかないといけないことは何かということを勉強していきます。今日アドバイスしてくださるのは今治市役所防災危機管理課危機管理室長の二葉健二さんです。はい、こんにちは。こんにちは、室長よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速なんですけど、はい、室長、危機管理って私ちょっと難しいなと思うんですけど、はい、どんなことですか、簡単に言うと。そうですね、今治市役所に防災危機管理課というのがありまして、はい、その中で特に今危機管理に関してですね、仕事をしてるんですけども、まあ、子どもたちに分かりやすく言えば、はい、危機管理というのは備えとかですね、うん、準備、うん、そういうふうに思っていただければよく分かると思います。私たちの身近なところってやっぱり家庭になるんですけど、そうですね、はい、家庭での防災について考えていけたらなと思うんですが、はい、まず地震が起きたらどうなるかということを、うん、自分たちがよく理解をしなければいけません。で、大きな地震が来ると、はい、お家が倒れます。お家の下敷きになります、うん、まあ、火が出ます、火事になります、うん、普段だったらどうしますか。普段だったら消防を呼びます。はい、はい、ね、火事が行けば消防、はい、怪我人が出れば救急車ですよね、はい、でも大きな災害が起きた時は無理ですね。道路は潰れます、消防署もひょっとすれば潰れるかもしれない。無理だ、無理なんです。ですからそれは控除というんですけども、はい、あまり期待できないというところ。地震が来ても怪我をしないように、これをですね、防災じゃなくて減災というふうに言うんですけども、やれることは自分でやろう、火が出たら自分たちで消そう、怪我人が出たら自分たちで処置をしよう、うん、ということですね。ところで室長、はい、今日はですね、はい、あるご家庭にお邪魔しまして、はい、家庭でできる減災にチャレンジしてもらおうと思うんですけど。いいですね。いいですか。はい、そしてじゃんと、これが用意したチェックリストなんですが、はい、地震対策チェックリスト家庭編。はい、はい、家庭編です。よくできてますね。本当ですか。私が作ったんですけどさすがです、ちょ、いえいえこれ色分けされてますけど。そうですね、はい、まあ、大きく分けると物理的なもの、ものですね、用意しなければいけないもの、うん、この下に書いてるのは心の準備ですね。心の準備、これは物の準備ですね、はい、そういうふうに、まあ、大きく分けると2つのカテゴリーに分けてますね。この2つが揃うと減災 OK、 OK、 OK ですね。 OK の過程になるんですね。そうです、怪我はしない、はい、死者も出ない、うん、というふうに私は信じています。じゃあこのチェックリストを持って、はい、早速実際に小学生のお子さんのいるご家庭にお邪魔してチェックをして、はい、チェックします。目を光らせていきたい。ワクワクですね。本当ですか、はい、じゃあ早速行きましょう。行きましょう、はい、お願いします。お願いします。さあ室長、はい、到着しましたか。到着しましたね、はい、早速こちらのお宅にお邪魔して、はい、よし、じゃあどんどんチェックして。そうですね、行きますか。厳しい目で行きましょう。行きましょう、はい、さあ早速お家の中に入ってきたんですけれども、はい、こちらが門田さんご家族です。よろしくお願いいたします。お願いします。今回チャレンジしていただく門田さんご家族、小学6年生のナナさんと
4年生の大地くんにも頑張っていただきます。すごい綺麗な、そうですね、お家で、ええ、ちょっとこれは手強いかなと。3年半前に建てたという門田さんのお宅はもともと防災・減災に関していろいろな機能が備わっている家とのこと。もしかしたらかなりの高得点？負けずに。はい、じゃあ早速見せていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速リストに従ってチェックがスタート。まずは台所からです。冷蔵庫に見てみましょう。これだけ大きいもの、重たいものは倒れないんだろうと思うかもしれませんけども、震度6強という地震が来るとですね、簡単に倒れます。ここに電子レンジがありますね、はいはい、この電子レンジも随分重いでしょう、はいはい、これもですね、と最初の地震の一撃でですね、はい、ドンと飛んできます、はい、冷蔵庫や電子レンジなど普通に家にあるものが強い地震の時には人に被害を与える凶器になってしまいます。ですから地震の時でも動かないように固定しておく必要があるんです。こうして見ていくと地震が来ても結構安心かと思われていた門田さんのお宅にもいろいろな危険があることがだんだん分かってきました。見つけました。ずいぶん大きなテレビですね。あ、いたたたたたは今重いんですけど。そうですか。最近どこのお家もこういう大きなテレビが多いですね。リビングルームで問題になったのは子どもたちがよくゲームをしている大きなテレビと家族で使うパソコン。これらも地震に備えて固定しておく必要があるんですね。大地君、はい、この部屋は誰の部屋ですか？お父さんとお母さんの部屋。この部屋では台の上に置いてあるテレビと上の方にある紙棚を固定しておくことがポイントです。罰がどんどん増えて痛いな。それがどんどん増えてショックね。え、続いて2階の子供たちの部屋へ、ね、やっぱり女の子ですね。そうですね。子供たちの部屋には大きなタンスや高いところに置いてあるものもないのであまり罰はつかないかも。やった、 OK。 その他避難する時の通路やベランダなど家の隅々まで双葉室長の厳しいチェックが行われました。そしていよいよチェックリストの採点です。で今ずっとお家の中を見て、はい、点検をしてきました。結構バスが多いね。家の中をくまなくチェックして全ての項目に丸とバツがつけられていきます。どうもちょっと後半がバツが多くなってきているようですね。18点中5点。5点でした。勉強になった？安心してしまって、もう非常食とか全然やってなかったからそこのところを頑張らないとなと思いました。さすがですね。実際にはなんとかなるかな、めんどくさいっていう気持ちでちょっとサボってたかなと思います。わかります。これは全てお父さんにかかってますね。一番のんびりしとったのが私かもしれんですけど、はい、次私が来るまでにですね、これが全部丸になるようにやっていってください。はい、頑張るぞ。頑張ってください。よろしくお願いします。というわけでチェックリストにたくさんの罰がついてしまった門田さんご家族は早速門田家防災会議を開きました。たくさんの項目の中からすぐにでもできることを選び出して罰だったところを丸に変えていこうという作戦。目標はチェックリストの丸をまず半分まで増やすこと。どれがいけそう？これとこれ。じゃあその2つはなんとか頑張ろうや、うん、この日はお父さんと子供たちで市内のホームセンターへ。家族で話し合って必要だと感じた防災グッズを買いに来たのです。これ電子レンジとかもいけるんかな。
こうして門田さん一家の防災減災大作戦は2週間の間続けられました。今回の防災チャレンジは家の中の防災・減災にトライしてもらっていますが、実は家の周りや学校へ行く途中の道などにも、いざという時命を守るために覚えておかないといけないことがたくさんあるんです。学校の行き帰りでいつも通っている道、もしここを通っている時に大きな地震が起きたとしたら、もしかするとこのブロック塀が倒れてくるかもしれません。そして道路のすぐ横にある屋根の瓦が落ちてくるかもしれません。落ちない瓦が落ちてきたら道路向いて滑ってくる。道路の真ん中にあるマンホールも地震の揺れで蓋が開いてしまうと、暗い夜の場合などはとても危険です。そして道路の脇の用水路も、夜地震で真っ暗になった道を避難するときには危険な場所に。このように普段安全に思える場所でも、大きな災害のときには危険な場所になることがあります。そのために、地震のときには危険な場所になってしまうところがどこにあるのか、普段から気をつけておくことが大切なのです。前回から2週間が経ちました、はい、どの点が良くなってるかを、そうですね、はい、ゆっくりとお聞きしたいと思います。ということで2週間の成果を再チェックです。冷蔵庫や電子レンジの固定、高いところにあるものの落下防止、避難するときに必要な非常持ち出し袋やその他の防災・減災グッズ、家族で話し合っていざという時のために用意したたくさんの備えがチェックされていきます。さあ、チェックリストの丸は前回の5点から何点になったでしょうか。やりました。パチ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 。ちょっと出過ぎかもしれない今回17点中16点ということで、ずいぶん高得点になりましたけども、ここで頭で考えて準備しました。次は実際に行動してみましょう。それが次のステップです。皆さん分かりましたか。はい、はい、はい。ではまた今後も引き続き家庭での減災防災取り組んでくださいね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お母さんとかみんなで頑張ったのですごくなんか嬉しいです。予想以上に丸が出て嬉しかったけど、まだできてないことがいっぱいあるので、これからもできてないことを見つけていきたいです。中心的にお父さんや私に働きかけてくれて、頼れるようになったなっていう気がしました。あ、結構頼れるなと、大人よりちゃんとしたんじゃないかなというふうにはちょっと感じてます。今回は門田さんご家族と一緒に取り組んできましたが、はい、どうでしたか。そうですね、今日門田さんのお家を見てきましたけども、各家庭によってやはり備えるものが少しずつ違ってくるんですね、うん、小さな赤ちゃんがいるところ、またお年寄りがいるところ、寝たきりの方がいるところ、いろいろと違ってきます。それぞれの家庭によってですね、防災減災のやり方は少し違ってくるんですが、基本は同じです。まずは自分の命を守る、次に家族みんなの命を守る、自分家族が怪我をしてなければご近所の方も助けられるというところで、まず一番大切なのは自分のうちの防災減災、これの準備です。では、はい、皆さんのご家庭でも防災減災、はい、トライしてくださいね。さあ、行きますよ。レッツトライ、はい。